はい、どうもお久しぶりです。診断士勉強中の新井です。今回ですね、2020年の就職企業診断士一次試験が終了しましてですね、まあここで私もいろいろアウトプットしたりとかね、皆さんに応援していただいたところもあったので、結果の報告をしようかなと思って、動画を撮らせていただいております。今回はね、7月ということでいつもより1ヶ月早い、試験でした。去年が2019年はですね8月だったので、11ヶ月後という形でね、あのオリンピックの延期の、まあ、関係で、ね、1ヶ月早まったということです。はい。で、結果から言うとですね、点数をちょっとずつ発表していきましょう。ちょっといきなり言うのもねあれなので、全部7科目で受けました。去年企業経営理論は受かったんですけど、まあ私の中で企業経営理論は結構好きなので、まあ60点超えるんじゃないかと見込みがあって、まあ得点源にしたいというのがあって、企業経営理論は受けてきました。はい。まあそれも踏まえてね、どんな点数だったか発表していきたいと思います。まず経済学は、じゃん、76点取りました。合格点です。はい、よかった、本当によかった。はい、次の2科目目の企業経営理論ね、69点取りました。合格しました、こちらも。はい、続いて、運営管理ですよね、こちら、65点取れました。はい、これも合格しました。いいペースですね。次が財務会計、こちらです。これも68点取れました。なんとね、1日目のね科目は全て合格してます。そして2日目なんですけども、これがね本当に怖かったです。採点数の一番、経営法務44点、不合格。はい、不合格です経営法務は。そして、情報システム、こちらですね、なんとですね84点取れましたね。はい、合格ですね、余裕でね。最後、中小企業経営、中小企業政策、こちらが、57点でした。はい、っていうわけでですね、こちらの全部の得点合わせますと450点を超えまして、460点ぐらいいったのかな。なんとですね一次試験突破しました。ありがとうございます。いろんな、ね、方にアドバイスいただいたおかげですね、本当にね去年の5月に思い立って、ちょっといやもうやりたいみたいになってね、ちょっと受けてみたいってなって、まあ一定のね成果を出すっていうことで目指してきたわけですけども、おかげさまでね、いい形で、この受験を終えることができたということです。一次試験に関してはね、もちろんこれでじゃあ二次もありますんでね、まあ自己採点が合ってればの話です。まだこれオフィシャルじゃないんで、まあただもう記憶のあるうちにどんどんこの情報を共有していこうかなと思ってますんで、まあマークミスしてない限りは受かってるんじゃないかなと思います。まあ診断試験知らない人がいるかもしれないので説明しておくと、平均点が60以上で、40点以下が1科目もなければ、40点未満が1科目もなければ一次試験っていうのは受かる試験です。なので私はですね、先ほどのまあ例えば情報システムとかは80点取れたので、84点取れたので24点の貯金ができるわけですね。だから経営法務で44点だったんですけど、それをカバーできるほどのプラスがあったということです。今回のですね一次試験の総評をするとですね、結構もしかして簡単だったのかと、まあちょっとわかんないです。私が受かったっていうのもあるからなのかもしれないですけど、特にねさっきの経営情報なんていうのはかなり簡単だったんじゃないですか。100点も結構いるんじゃないかなって私は思うぐらいですね。かなり私は苦手としてた分野で80点超えてるんで、相当簡単っていうか素直な問題が多かったって言い換えられるかもしれないですね。スピード問題集とか、まあ、後ほど勉強法のシェアしますけど、そこに載ってる問題がいっぱい出てたんで、勉強してれば受かる問題だったんじゃないかなと思いますね。で一方で経営法務がね、私も44だったんですけど、改正民法っていう分野があって、すごくね民法が出たんですよ。だから教科書に載ってない部分結構あって、非常に苦労しましたね。これ足切り結構多いんじゃないですかね。私は奇跡的に受かりました。40超えましたけどね、本当に良かったなと思います。得点アップもあるかもしれないです。はい、というわけでね、ちょっとこれからシェアしようかなと思うのはですね、
この一次試験に、受かるまでの過程をシェアすることによって、来年以降にこの一次試験を受かりたいと思う人のためになればいいなと思ってまして、私もこの記憶が薄れないうちに、今試験終了して、3日後です。7月15日です今。まだね忘れてないので、そのやり方をちょっとシェアしていこうかなと思っております。なので、まあ私なりの一次試験に受かるためのノウハウということでシェアしていこうと思います。はいですね、まあもともとですね、私もこういう国家試験とかを受ける機会がなくて、初めての国家試験ですね。難易度の高いという意味ではね、一応 FP3 級と簿記3級に関しては持っているので、まあ一応国家資格はも、そういう簡単なやつは持ってるんですけど、こういう難易度の高めのやつは初挑戦でね、一応その勉強している人の気持ちが分かるような体験をしたいというのもあって、まあ一応私がね、勉強カフェっていう、勉強場所を運営してますからね、応援してるだけじゃなくて、ね、実際に自分もやってみようということで、まあ今回受けるに至ったので、それがすごく気持ち分かりましたね。うん。そしてね、勉強法についてもいろいろ編み出したんだね。ちょっと一つずつシェアをしていこうかなと思っております。はい。勉強法なんですけど、使った参考書は2つありまして、まずですね、今私が手に持っているこのタックさんから出ているスピードテキスト、スピード問題集、このシリーズを使いました。これをね、全教科買いました。7科目すべて買いました。テキストと問題集両方買いました。で、これをひたすら繰り返すっていうことをやりました。途中から気づいたんですけど、やっぱりテキストがね、あった方がいいなと。最初はこの問題集だけをやってたんですよ。まあ、っていうのが、アウトプットこそ勉強だって思ってたんで、ずっとね、解くのが大事だって。まあ、それ自体は結果的には間違ってなかったんですけど、体系的に、全体をまず見るっていう部分が抜けちゃうんですよ、そうすると。問題は解けるようになるんだけど、どこまでが範囲なんだっていうのはぶっちゃけわかんないじゃないですか。だってここに載ってるものは範囲の中から厳選して出してるわけですよ、この問題を。なので全部じゃないんですよね。ってなるとやっぱこのテキストで、この周辺のね、問題周辺の知識っていうのもちゃんと見とかないと抜けが出ちゃう。あとはまあ普通に問題だけだとわかんない、なんか前提条件とか背景とかね、その言葉が使われてる背景とかをやっぱ確認するっていう意味で、やっぱテキストは必要だなというのが途中で気づいたんですよ。だからね、これ今年入ってからなんですよ、気づいたのが。2020になってから。だからこれ全部買い直して、もう結構お金もかかったんですけどね。まあいいやと思って、受かれば。はい、まあ受かったんでよかったね。はい。これを使う。で、使い方なんですけど、私はこれを、まあ最低は3週しました。どの科目も。中小政策、まあ3週ですね。最低は3週。ちょっと少なかった科目もありましたけど、3から5週ぐらいやりました。で、私なりに編み出した方法がね、折るんですよ。わかんない問題を。こうやって、折る。こうやって折ってって、最後まで確認できるようにしとくと。で、もう本当にわかったらこれを、もう折らずに、もうこうやってめくっちゃうんですよ。そしたらそれはもう理解したってことで仕方できるんですよ。一旦。で、私がね、思うように、間違った箇所っていうのが得点の源泉じゃないですか。できる箇所何回やったって、それはできるんですよ。当たり前ですよね。こうやってもう正解してる問題があるんで、これ何回やったってできるんで、まあ忘れない維持、記憶の維持っていう意味では何回か解くのは必要だと思うんですけど、基本的にはこういうふうに折り目がついてるところが得点の源泉だと思って、ここをやった方がいいんですよ。で、これをだからもう本当にね、試験直前とかに見たりするんですけど、私がもう一個ちょっと良かったのは、このね、わかんないところがあったら、丸をこうやってつけて、なんか、つなぐんすよ、線で、これ。これね、結構いいっすよ。直前とかでも見返したときに、ポイントが、丸分かりになるんで。これだったら、公開会社は必ず取締役会設置会社となるって書いてあるんですけど、公開会社と取締役会設置会社のこのリンクしてる感じがね、ビジュアル上でも結構いいし、で、これなんでやってるかっていうと、私、製薬会社にいたんですけどね、そこの1年目でね、製薬会社独自の MR 認定試験っていうのがあって、まあ、薬を売るために最低限必要な知識を身につけてテストされるんですけど、そこで、文系の優秀な同期がいてね、その子の勉強法をパクらせてもらったんですけど、
すごいんですよ。その人ね、あの理系の薬剤師とか理系の子たちにも負けずに毎回1位取ってて、なんか半端じゃねえなと思ってね、どんな勉強をしてんのかなってね、ちょっとね見させてもらったんですよ。そしたらね、めちゃめちゃこのテキストに丸つけてリンクさせてたんですよね。なんか色とかもその時はついてましたけど、で私もそれをね、あの思い出して、あれいいよなと思ってね、やってみたらこれはかなり良かったです。なんで私の場合はテキストなんかもどんどん汚した方がいいと思ってる派なんで、あのなんかたまに綺麗に使ってる人いるんですけど、いや別にそれがね、その人が勉強になってんならいいんですけど、なんか意味なくないですか、それで覚えてなかったら。だって別にこれで学習するために買ってるんで、あの別になんか綺麗に取っとく必要とかあるのかなと思いますよね。うん、なのでまずスピード問題集を、テキスト買って問題解きまくると、最低3週4週やる、そして折り目をつける。で、続いてもう一個の使ったものがありまして、このね診断士ゼミナールさんっていうところに私はあのオンラインスクールなんですけど入会しまして、こちらのテキストを使って学習することもありました。本当はねこのタックさんのこのテキスト行く前はもうこの診断士ゼミナールさんだけを使ってやろうと思ってたんですよ。ただねちょっとこれあのどんなものか簡単に先に言っといた方がいいんで言うんですけど、全科目の講義動画がまず受けられる、とあとこういうテキストがあの PDF でついてくる。で、紙でこうやって印刷してももらえます、あのお金払えば。だから私もこうやって紙になってるんですけど、なので、まあ、全体的に重要な箇所を、まあ、動画で学べるっていうのがこの診断士ゼミナールさんのポイントです。でそれでいこうかなと思ってね、あの真面目に講義動画結構聞いてたんですけど、ちょっとこれはまあ私の独自の理論なんですけど、講義動画はまずなんか紙で問題集解きまくってから解いた方、あの受けた方が身になるなと。ぶっちゃけ眠くなるんですよ、なんか講義動画って。私学校の授業もあんま好きじゃなかったんですけど、ただ自分で自習するの得意だったんで、なんかカリ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 進めてった方が早い。で、うん、これはね途中でね気づいたんですけど、あのテキストの方が1分あたりの情報量多いんですよ。あの動画ってその人の喋るスピードにどうしても依存しちゃうんで、テキストだったらあの本当に一瞬でパパパってこう読あの、まあ、文字に読むの慣れてる人だったかもしれないですけど、私は割と本とかが好きなんで結構読むの早い方なんだと思うんですけど、あのテキストの文字情報の方が明らかに早いんですよね。あの動画ってなんかまどろっこしいっていうか、なんかずっとこう本当学校の授業みたいに進んでいくじゃないですか。であれがどうしても苦手で、なんか途中で寝てたりとか、うん、なんかこれ効率悪いなって途中で気づいてやめたんですよね。なので、まず最初の方とちょっと想定した使い方にはならなかったっていうのがこれで1個あります。ただね、非常に活用はできたんです、結論から言うと。どういうことかっていうと、こういうスピードテキストとかを読んで問題解いてもわけわかんない箇所って絶対あるんですよ。特に私経済学とかね、あの ISLM とか ADAS、マンデル・フレミングとかね、あと政府常数効果とか、常数理論か、常数理論のね、政府支出常数とかね、あの辺が例えばあんまり理解できない、その時にこの動画見るんですよ。そうするとあのすげえ分かった、あのやっぱ動画ってなんか一個一個説明してくれるんで。であとビジュアルでなんかあの所得の代替効果と所得効果とかあるじゃないですか。あの、それは ADSL、ADAS、あの曲線だと思うんですけど、あのその移動をね、こうやってやったりとか、あと経済学で言えば歯科重とかね、外部不経済の時に生まれてしまう歯科重とかね、あれがどういう原理になってんだろうみたいな。こっちだとちょっとどうしても分かりづらかったんですけど、動画だと一気に分かってね。だから、まずこっちがベースで補足的にこれを使うといいと思うんですね。動画見たりこういうテキストとか使ってね、まあテキストあんま使わなかったですけどね。あとはあのこの診断士ゼミナールさんのちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけど、これのいいところは1回入会すると3年間使えるんですよ。いや私2019入会してるんで、2021まで使えるってことですよね。だから、ぶっちゃけ今回落ちても来年も使えたと。で、あとは二次試験の対策もあるので、これからちょっと二次ありますけど、まだね、あんまり手つけてないんで二次のことは語れないんですけど、そういう、まあ、なんていうんですか、5万円ぐらいで、3年使えるのはコスパがいいですよね。他社の、製品というか、講義の、動画スクールだと、1年ごととかで5万とかもありますしね、もっと高いところもありますしね。
あとリアルスクールだとね、ほんと何十万とかしますからね。この新内ゼミナールさん、私みたいなタイプには向いてると思いますね。自学自習タイプですね。で、今回ね、一つね、問いがあったんですよ。独学でどれだけできるのかと。独学で合格はできないんじゃないかみたいな不安もあったんですよ。っていうのが、やっぱ基本的になんかそういう予備校みたいなとこ行って、プロみたいな人がいて、その人に効率的な学習法を教えてもらえたりとか、今年はこれが出るよみたいな、あるんですかね、ちょっとわかんないですけど、そういうのを教えてもらわないと不利なんじゃないかなとかちょっと思ったんですけど、ただもう完全にこの情報が民主化された中で、果たして、その予備校に行かないと得られない情報ってどんだけあるんだろうっていうのは、ちょっと私は疑問だったわけですね。で、結果的にこうやって受かったんで、独学でもいけますね、結論から言うと。全然いけますよ。なんで心配しないでください。変なね、価値観に騙されない方がいいですね。まあ、自分の特性を見極めて、自学自習の方がいいってタイプは、独学をお勧めします。あとは、私みたいに机にずっと座っての嫌いなタイプは寄り添うした方がいいです。私ほんとね、学校の授業が超嫌いで、なんでかっていうと、50分間同じ場所に座ってなきゃいけないじゃないですか。で、あと理解してる授業とかもずっと聞いてないといけなかったりとか、クソつまんねえなと。私だからほんと学校マジで嫌いでしたからね。よかった。ほんと大人の方が超楽しいと思ってるんで、自由じゃないですか。大人なんでね、別にモチベーションはコントロールすればいいんですよ、自分で。で、ちょっとそこの話をしようと思うんですけど、試験を受けるスタンスっていうのが大事かなと。まあ、要はモチベーションをコントロールできるか、持続的に勉強ができるかどうかっていうのが課題なのかなと。で、この辺は結構その人によってね、先生が見てくれてる方がいいっていうタイプの人もいると思いますし、そうじゃないタイプもいると。で、私の場合はですね、一つはまずみんなに言っちゃうと、この診断試験を受験するって言っちゃったんで、中途半端な結果出せないわけですよ。で、あと私の場合はこれが、まあ、ビジネスに結びつくんでね、実際勉強場所やってますからね。まあ、仕事だと思ってたんで、これやるの仕事、受かるの仕事なんで、これ受かんなかったら仕事をやってないってことになっちゃうんで、そういう意味でも人に言うっていうのは効果がありましたね。で、平均的な勉強時間を繰り返るとですね、多分2時間ぐらい毎日。で、これはすごいバラバラです。やる日は8時間ぐらいやるし、やんない時期も結構あったんですよ。なんか疲れてたりとかしてね。で、だからもう疲れた日はやらないと。で、やれる日はやるって感じで、あんまりね、システマティックにやってないですね。とにかくもうやれる日にやっとくみたいな感じで、ずっと1年間ぐらいやってました。で、あとはね、私が思ってたのは、もうこれすごく響く人は響くと思うんですけど、もう二度とやりたくないって思ってやってました。だから、めんどくさすぎるんですよ、こんなんね、毎回読みまくってさ。だるくないですか、マジで。ぶっちゃけマジだるかったですね、こんなん見てんのね。まあ、もちろん面白いんですよ。面白いんですけど、知的好奇心満たされるんですけど、こんなんを何年もさ、なんか見んのだるくないですか。で、マジでやめようと思ってたんで、これを受かんなかったら。なんで、もうとっとと受かっちまった方がいいと、やるならね。で、中途半端にやるぐらいだったら私やんない方がいいと思うんで、いや、そんなや、中途半端にね、やって、なんか、ダリーとか言いながらやって、結果出ないんだったら、他のことやった方がいいと思うんですよね。なんか、不毛だなと。不毛な箇所も結構あるんですよ。もちろん役に立った箇所もいっぱいある。だけど、なんか、法律が何年にできたとか、なんか、超くだらねえなとか思いながら覚えてましたからね。なんで、有限だってこと、時間は。時間は有限だ。それをめっちゃ理解した方がいい。あなたの1年は、人生が80年だとしたら、80分の1の1年なわけですよ。それを、だらだらやるんだったら、絶対こんなことに使わない方がいいです。もっと、自分の好きなね、女の子かわかんないですけど、好きな子と一緒にじゃデートした方がいいし、それかもうすごい楽しい友人とね、一緒に飲んでた方が楽しいし、そう思いますよ、本当に。気合とかじゃなくて、なんかもう、やりたくなさすぎるみたいな感じでやってましたね。で、あとですね、勉強期間のちょっと話をしようと思うんですけど、ちょっとここ今ね、私の自宅のね、キッチンで撮ってるんですよ。なんか工事が始まっちゃって、すげえうるさくて、ドリルの音が。今こっちに移動してきて、めちゃくちゃ暑いんですけどね、ちょっと汗だくになりながら説明しようと思うんですけど。
ですけどね。1ヶ月前、1週間前、30分前が重要っていうふうにちょっと思ってまして、一つずつ説明するとですね、まず30分前から説明すると、これは試験の始まる30分前です。試験の始まる30分前は、超短期記憶でいいわけなんですよ。なので、さっきの、こういう丸をつけたところね、を凝視しまくるっていう。で、これが本当試験出るんで。で、私は30分前の時間で、マジで本気出せば、得点20点、30点上がると思うんですよ、トータルでね。1科目あたり4点とか8点上げれれば、トータルで40点ぐらい、20点、30点ぐらい上がるんじゃないかと思って、こういうのを凝視するんですよ。自分なりに作った私が間違えるリストみたいなのをひたすら見まくると。で、そしたら一瞬だけ覚えてりゃいいんですよ。この自己株式の優勝手続きは、株式総会、株主総会普通決議であるとかね。こういうのをブワー凝視したら結構実際出たんでね。30分前に私は成長しました。はい。で、そのぐらい重要だと思います、30分前は。で、あとは、だから、早めに終わった科目もあったんですよ、今回。企業経営理論と、情報システムに関しては、早めに終わっちゃったんで、もう終了20分前ぐらいにもう出てたんで、プラスアルファ勉強時間確保できたんで、ひたすら見てました。だから、早めに終わって、マークシートのミスもないか確認したら、出た方がいいです、あれは。真面目に別に待ってる必要ないんで、30分経過したら出れるシステムになってるんで、あれ出て勉強した方がいいです。はい。で、1週間前の話をすると、この1週間前も、もうマジで、間違えたこと潰しをしまくるっていう機会にした方がいいですね。よってなんですけど、1週間前までに必ず自分が、解けるって問題はもう終わらしといてください。解ける問題はもうしかと、基本的には。確認程度に留めるんですよ、1週間前。1週間前に関しては、間違えたところをひたすら潰していくんです。で、間違えた問題があるってことはラッキーなんですよ。なぜなら、得点をアップさせる、源泉を見つけたんです。その間違えたってこと。それができるようになれば、またプラスで得点していけるってことじゃないですか。なので、ひたすら1週間前、間違い、潰しって感じです。で、よって1ヶ月前までが大事なんですよ。1ヶ月前からはもう確認。自分が逆にできることをひたすら確認していく。そして1週間前までにできること週みたいな感じで、もうさっきの私みたいに、もうできる問題はもうスルーできるようにドックイヤーつけないとかね、ドックイヤーっていうのは折り目ですね。をつけないみたいな感じでやっとくと。なんで、その1ヶ月前までを迎えるためにはやっぱり基礎的な日々の勉強が大事なんでね。結局私の1年2ヶ月ぐらい勉強したわけですけど、さっきのね、基礎的なところをやっぱり何度も何度もね、見て、繰り返し刷り込んでいくというのが、普通に必要なんですよ。別に特殊な勉強法なんてないと思うんですけど。うん、ですね。なので勉強期間はすごく意識して、考えた方がいいと思います。あとはですね、勉強場所の話なんですけど、これはね、やっぱりね、自宅でやるっていうのは限界があるんじゃないかと私は思いました。他のね、やっぱ場所に移動して集中できるゾーンって見つけた方がいいですね。で、まあ自分のね、宣伝になっちゃうんですけど、本当にそう思うんで言うんですけど、やっぱ勉強カフェがいいと思いますね。何がいいかっていうと、まず、人がね、熱を持ってやってるのをすごく確認できる雰囲気があると。勉強カフェはね、勉強仲間っていう言葉でね、他のメンバーがやってるのを感じながら勉強できるんで、勉強カフェを知らない人のために言うと、まあ簡単に言うと会員制の、カフェです。で、勉強し放題みたいな感じです。で、私が大阪でもやってます。で、中にね、コミュニティみたいのができてたりするんで、同じ勉強してる人同士と情報交換できたりとか、まあ、それは別に強制じゃないんで、望めばですけど、そういうことができたり、イベントがあったりとかしてね、まあ、ただ勉強場所っていう感じじゃなくてね、そういう人の熱量みたいなところに感化されるような場所ですね。まあ、カフェって言ってますしね。で、集中部屋とカフェゾーンに分かれてるんで、ちょっとリラックスしたい雰囲気で勉強したいときはカフェで勉強すればいいし、奥にね、ワークスペースっていう、まあ話
禁止の空間があるんで、そこで、まあ、集中したいときは集中すると。で、全部の部屋に音楽が流れてるんで、まあ、カフェっぽい感じで集中できるっていう場所があるんで、まあ、定期的にその勉強できる場所を確保しておくっていうのはすごく大事だと思います。で、これは勉強カフェの運営者じゃない人にとって、まあ多くの人はそうだと思うんですけど、におすすめできるんですよ。勉強カフェをユーザーとして使えるなら、私は勉強カフェを使った方がいいと思います。で、私の場合は勉強カフェの運営側なので、勉強カフェを使えないんですよ。というか、その体験がユーザーと同じにならない。うん、まあまあまあ、それはそうだと思うんですけど、要は私にとって職場なんですよ、勉強カフェは。だから気になっちゃうんですよ、会員さんの表情とか。あの人なんか困ってんのかなとか、もう仕事になっちゃうんですよ、勉強カフェで勉強してたらね。で、ね、誰かが帰ったら机拭こうかなとか、ゴミ溜まってたら回収しようかなとか、で、私がね、ちょっとふーとかため息でちょっとでっかい声しちゃったら、他の会員の人の迷惑になっちゃうし、私にとって勉強カフェは存在しないんですよね。うん、ユーザーとして、ね、いいなって思って作ったんですけど、私が使える日は一生来ないというね、ジレンマがあるということです。はい。まあまあまあ、大げさに比較しちゃうとあれですけど、ビートルズはすごいいいじゃないですか、バンドのね。ビートルズはでも自分たちの曲を一生聴けないんですよ、客観的に。ビートルズなんで。ビートルズはビートルズの曲を聴くことができない。それと一緒です。非常にね、おこがましいですけどね、ビートルズなんていう大バンドとね、比較するのは。でもね、本当にそうだと思います。いろんなことが気になっちゃってね。だから私は、妥協案で、ちょっと近いようなスペースをね、何個か契約してね、まあ、自習室みたいなところ行ったり、コワーキング行ったりとかしてね、まあ、勉強場所を確保しておりました。はい。で、さっきの話も出てきたんですけど、勉強仲間も大事なのかなと。ライバルみたいな人ってことですね。まあ、そういう同じ勉強してる人とかとも交流したりとかして、なんか感化される関係を作るってことです。これは結構気をつけないといけないのが、マイナスにも働くことがあるので、そういう関係になっちゃうぐらいだったら、もう一人の方がいいと思うんですよ。まあ、あんまりないと思うんですけど、なんかダラダラしちゃったりとか、足引っ張り合うとかもあるんですよ。で、まあ、勉強カフェの人に関しては、そんな人はね、本当にごく少数かなとは思うんですけど、基本的に一般社会の中で、勉強してることだけが全てじゃない人たちが多数派なわけですよね。まあ、普通に資格試験、普通の会社であれば、やってる人やってない人いて、やってる方をやってない側はやっかむんですよ。お前頑張んなよみたいな、俺も頑張ってないんだから頑張んなよみたいな、頑張られると困っちゃうんですよ。自分と差つけられちゃうから。だから足引っ張るんですよ、基本的には。会社の中のコミュニティとかだとね。だからそういうところとは避けた方がいいです。ろくなことにならないんで。人は結構思っている以上に人から影響を受けるんで。で、私の場合もそうやってね、まあ、すごいね、勉強カフェに来てる人たちを見てたんで、そこに関しては私はだから、めちゃめちゃ勉強仲間だらけって感じでね、毎日見てますからね、その勉強してる人。で、ほんとすごいなって思いますよ。朝の5時半とかにね、毎日来てるんですよ。しかも欠かさずに。で、私、勉強に、まあ、成功する人、まあこれは勉強だけじゃないかもしれないですけど、派手にやってない、地味なんですよ。地味に毎日コツコツやってるんですよ。地味にやってる。別にね、なんかダリーとかも言わないしね、ほんと普通にもう勉強やるのが当然みたいになってて、そんぐらいのマインドじゃないと多分受かんないっていうか、まあ、成功確率は高いかなと。結構ね、勉強カフェの中にももしかしたらいるかもしれないんで、まあ別に結果出てればいいんですけど、たまにね、やってることに満足してる場合もあるんですよ。これは本人が気づくまでしょうがないんで。要は、学生とかだとね、例えば、私東大目指してますみたいな。東大に受かったじゃなくて、目指してますですよ。受かったわけじゃないです。目指してますって言ってるのに満足してるんですよ。なんかすげえみたいになるんで。東大を目指してることに対して、あ、すごいっすねみたいになって、承認欲求満たされてるんですよ。これ全く意味ないですからね。まあ、それが目的だったらいいんですけど、なんすかみたいな。その偽りの承認欲求が癖になっちゃうとね、ほんとやんなくなっちゃうんでね、意味ないですからね。そういうような状態だったらむしろマイナスに働いちゃうんですけど、基本的にはマジでもう普通に淡々と地味にやってる人を見た方がいいですね。で、地味にやってる人マジで成果出てるんでね、
今回私がね、3ヶ月プログラムっていう、まあ、3ヶ月間6人で目標を共有し合って、まあ、勉強内容を報告し合うみたいなのを、まあ、主催側で、まあ、運営、仕事としてやってたんですけど、そのメンバーの中に、まあ、結構皆さん本当優秀だなって、まあ、すごい勉強記録も投稿していただいてますし、診断士の勉強してる人もいてですね、私よりも基本的に過去問全部上だったんですよ、解いた、点数が。で、別にその人本当派手じゃなくて地味に普通にやってるんですよ。なんか土日とかも5時間って決めて、その昔5時間必ずやってる人なんですけど、普通に成果出てて、普通に合格してましたね。しかも私より全部の得点上で。うん。だから、なんかね、そういう普通に当たり前の基準が高い人のコミュニティにいた方がいいです。で、自分もその人になった方がいいです。うん。疲れたとかね、いろいろ言い訳しようと思えばできるんですけど、私、ちょっと結構真理をついてる言葉だと思うのが、勝てば官軍って言葉があって、これはね、藤田伝さんが言ってたんですけど、マクドナルドの日本の創業者の方ですけど、あの人が勝てば官軍、負ければ賊軍って言ってて、うん、勝ってこそなんですよね。うん。なんかその、プロセス評価とか結果評価かとかなんかいう話もありますけど、こういう資格試験に関しては、プロセスが大事だとかはあんま言わない方がいいのかって私は思いますね。うん、だってそれ言い訳になっちゃう。なんか、ほんと自分の人生もっと大事にした方がいいっていうか、うん、なんか、だら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 やってるのは本当に意味ない。もったいない。命の消耗なんで、もっと愛する人とか、大事な友達に使った方がいいと思うんですよ。そんなことやってるぐらいだったらね。うん、家族とか、うん。もっと大事なことあるんで。うん、家族とか大事な人愛する人のためにやるのが勉強だと私は思ってるんで、だからダラダラやるぐらいってやんない方がいいです、うん、っていう思ってたらやると思うんですよ。だから地味にもう派手にやんなくていいんですよ。で、変ななんか承認欲求とかにも惑わされちゃダメです。もうやるって感じです、はい、っていう、まあ、マインドでやっていけば結構そのいいのかなというところですね。というわけですね、私もちょっとね、こうやって、まあ、全然ね、別に20受かったわけでもないのにね、この勉強法のシェアとかしてる場合なのかとかちょっと思ったんですけど、ただ、これを忘れてしまうぐらいだったら、忘れないうちにシェアした方がいいかなと思ったので、ちょっとシェアさせていただきました。はい。一次試験にね、トライする人のなんかためになればいいのかなと。で、私もちょっと今からマジで本気でやりますからね、二次試験もね。本当にやろうと思うんで、またね、診断士の勉強報告していこうと思います。はい。またどっかでお会いしたらぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。